よし、では続きやっていきましょうか。ではまどろみの森からだね、今回はね。どうしよう、ここでなんかさ、今回全然スプレーの類を使ってないんだけど、使ってくかな。ここ回復アイテムか、種類別、普通のアイテム、あ、ここか。シルバースプレーが何本かありますね。よし、あ、それもスプレー使ってもさ、こうシンボルのやつは出てくるわけ。なるほど、よいしょ、どんどん。さあどっちだろう、メンタルハーブ。こっちだね。どっちが正解かわかんない。ピピエイダー、ゴーストダイブじゃん。1ターン目どこかに消えて2ターン目に相手。ゴーストダイブってさ、ギラティナかなんか覚えてなかったっけ。ちょっとなんかセーブをまめにしていた方がいいかもしれんな。どこでイベントが始まるか分かんないからね。煙玉、煙のままとか懐かしいな。なんだっけ、サンマの時のさ、努力値振りかなんかで煙玉を使ったような覚えが。お、ホップいた。とんでもない霧だな、前来た時よりもすごいぞ。あ、さらに霧が濃くなって、あ、久しぶり、あ、2匹いるじゃん、剣立て。どっちも、いたぞ、あいつらが剣と盾のポケモンだ。あ、おい、どこに行くんだよ、お前たちの助けがいるんだぞ。あんたたち何してるの。あ、ソニアも見ただろ、剣と盾のポケモンがいてさ。でも森の奥に消えてった。ちょっとあんたたちの他に何もいなかったんだけど。え、俺たちが見てたのは幻。外国の方も調べてようやく見つけたの。剣のポケモンザシアン、盾のポケモンザマゼンタ、遥か彼方まどろみの森の向こうで生まれたとされるポケモン。うん、ザシアンとザマゼンタね。じゃあ私がゲットするのはザマゼンタの方か。幻とはいえポケモンにまた会えたんだ。あいつらが持っていた剣と盾ってあるはずだぞ。うん、剣と盾のポケモンは少しでも故郷に近いまどろみの森で眠っているのかも。それこそ誰も入ってこない静かな森の奥で。じゃあ森の奥行きます。おい、見ろよ、もうなんだかすごそうな伝説って感じの場所だぞ。おう、なんか綺麗なとこやね。あれ、なんか剣と盾が、お、折れてませんか。もしかして最後は二人で戦ったとか一騎打ちみたいな。ナムーン、剣と盾だぞ、伝説は本当だったんだ。朽ちた盾、
大昔の英雄が最悪を打ち払ったと伝えられる盾だが、今は錆びてボロボロになっている。よし、俺は剣を選ぶぞ。ちょっとボロボロすぎるぞ。こんなのでブラックナイトを倒せるのかよ。まあお守りにはなるか。剣と盾のポケモンは眠っているんだな。よし、兄貴を助けるのはやっぱり俺たちだぞ。はい。あ、ちょっと待って。え、戻るの？中尾さんじゃもうブラックナイトと戦ってる。ちょっと探していた伝説がボロボロの剣と盾だったんだ。ちょっとへこむような。あー、なんかもっとまあ見た目も荘厳なものを想像していたらっていうね。じゃあ行きましょう。ナックルして、もうキバナさんも散々だよな。自分が管理してるスタジアムで大変なことが起こっちゃったって。あー、キバナさん、ムーニホップじゃないか。大事なチャンピオンマッチ大変なことになったな。それにしてもポケモンから溢れるエネルギーでガラルを救おうとするなんて、ローズ委員長ぶっ飛びすぎてて理解できないぜ。ブラックナイトだろうがなんだろうが俺は行く。兄貴を助ける。あ、ホップ目相変わらずは電話で騒がしいやつだぜ。あ、町のみんなは大丈夫だ。他のジムリーダーやポケモンの協力で避難してもらった。チャンピオン、そしてガラルのみんなを助けるんだろ。行ってきます。最強のチャンピオンと最強のチャレンジャー、そしてそのライバルか。ブラックナイトも大変だな。ちょっとだけ同情するぜ。はい、一緒に行きませんか。私とあなたでダブルバトルをしたらきっと、あ、もう、あ、ニコ、かっこいい。あ、ローズさんじゃない、オリーブさんや。ジムチャレンジャーと助けなさい。いや、助けてください。私のポケモンがなぜだかダイマックスしちゃってスタジアムで暴れちゃって、ダイマックスしてスタジアムで暴れ回っていたポケモンはキバナが、いえ、キバナさんが沈めてくれたけど、他のポケモンたちもみんなダイマックスして暴れたらローズ様のいる地下プラントが崩れちゃう。誠に身勝手ですがお願いさせてください。地下プラントにいらっしゃるローズ様を止めてほしいのです。ローズ様が目覚めさせた無限ダイナの、おお、ついに出てくる無限ダイナ、知ってるよこいつ。ダイマックスを引き起こすとか、このままではガラル地方のポケモン全てがダイマックスして暴れ回るでしょ。そんなことになったらどうかお願いです。そちらのエレベーターから地下に降りてローズ様をお助けするのです。チャンピオンの弟にも頼みましたがどうなっているか。こう、上ではチャンピオンがブラックナイトと戦って、はい、地下プラントに、うん、よし、じゃあ行きますか。お、エネルギープラント初めてのところです。おほ、あ、今行くべきではない、ローズ委員長と話そう。お、今はってことはそのうち行けるようになるのか。はい、兄貴は助けられないぞ。ん、あ、委員長、何をする気なのかな、ジムチャレンジャーさん。まずはちょっとチャンピオンを助けないと。それは困るよ君。チャンピオンには無限ダイナを制御してもらわないとね。ちょっといいかな。君からすれば私はひどいことをしているのだろうね。みじも理解できないのだろう。だがね、私にはガラル地方が永遠に安心して発展するために無限なエネルギーをもたらす信念と使命があるのだよ。そのため無限ダイナに願い星を与えていたのだ。ナックルシティで起きた赤い光の騒ぎ、あれも無限ダイナを目覚めさせる実験の一環だった。
いいかね、ガラルの未来を守る計画を邪魔するなんてもってのほかなんですよ。あ、はい、院長。シュバルゴ、シュバルゴなんだっけ、虫とレベル55強いな。よし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 、そういうの良くないんじゃないの。そうですか、子供だかってばっかり。ああ、ちょい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 、え、どうしよう、なんか先生技打ってきたら終わるけど、突っ張る。オッケー、よし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 、もう次ニャイキング。じゃあ行くぜ、みたらし。よし、おー、ナイス、急所。次ナットレイ、このまま行っていいか。やっぱ基本的に鋼タイプを使ってくるね、インファイト。よーし、いてて。さあ次は、おお、ようやくみんなレベル60乗りましたな。反対や。さあ次ギギギアル。あー、このまま行けばよかったけど、ちょっとインワイトで落ちてんのが怖いな。いや、行くか、行けます。バレ、よいしょ。あー、耐える。おー、耐えた、えらい。インワイト、ほい。いやー、頑張るね。おじ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 、大王道。あ、ゾウさんか、あのゾウさんね。ゾウさんの進化系、最後の一匹ですか。ちょいと困りましたね。おお、ダイマックス行きますか。え、水効かないとかないかな、大丈夫かな。よし、どうせお前もダイマックスするんだろう、来いよ来いよ。あ、ごめんなさい。くしゃみしちゃった。あ、巨大マックスか、こいつ。あとよく全身が見えない。あ、巨大マックスか、大マックスか、わかんないけど、とにかく鼻のインパクトがすごいね。大ストリーム、うーむむむむむむ、よしよしよし。あ、いいねいいね、大最高。次のターンでやられないかな。よし、耐える。あ、どっちもちょっとバフがかかった感じやな。よし、オッケー。
ふう、ありがとうございました。勝ってた。あ、ドロポンか。いや、いらないな。ありました。お、いいね、ポケモン勝負は久しぶりに戦って満足だ。さすがですね、ムーン君。愛しのガラルが誇る無敵のチャンピオンが選んだジムチャレンジャーですよ。いやー、君とチャンピオンのチャンピオンマッチ見たかったね。ジムチャレンジとか無駄にしちゃって本当申し訳ない。だけど仕方ないよね。エネルギー問題を一刻でも早く解決するべく、無限ダイナを目覚めさせたが制御できなかった。私を解けるために彼は試合を捨ててやってきたんだ。それこそお姫様はドラゴンから守るナイトのようにね。だって私は演説が大好きだからね。話がとても長いけどそろそろ終わらせますよ。だって上ではチャンピオンが無限ダイナを捕らえた頃でしょう。気になるのでしたらリフトで上がればいいのですよ。ほら、私に負けてボロボロのホップくんも行くのでしょう。さあ、二人でチャンピオンの様子を見てくるといいでしょう。ボロボロ、委員長分かってないな。俺もポケモンも諦めないぞ。委員長が開催してくれたジムチャレンジで学んだからな。うん。うん、よし、時間がまだあるからやっちゃいますか。あー、タンメン、お前よ、頑張ったよ、本当に。よく耐えてくれたよ、一発。よいしょ。よし、行きましょう。タイム、もう俺は覚悟を決めてるぞ。お前は大丈夫か。はい。あ、豪華だね。あ、リザードンとダンデさんがいます。タワートップ。あ、こいつよ、無限ダイナムカデちゃん。危険を顧みず助けに来てくれたのか。心の底からサンキューだ、ホップムーン。お前らたくましくなったな。だが安心しろ、無限ダイナの能力なのかダイマックスできずに手こずったが、チャンピオンタイムもいよいよクライマックスだぜ。リザードンをはじめチャンピオンチームの力で無限ダイナを追い詰めた。あとは暴走と目を止めボールで捕獲する。ただそれだけだ。見てるよ、チャンピオンタイム。大丈夫ですか。お、出てくるだろうな。てかモンスターボールかよ。どうせだったらもっといいボールで。あ、ちょ、リザードンイケメンすぎない。マジで守ってくれた。ボールが半分に。おお、これ無限ダイナね。よーし、行くぞ。え、クイックボールでいけないかな。プレッシャー、やだね、ピッピー削りしてくんのね。クイック、あ、投げられない、なんだと。ちょっとほっぺスリスリするか。クロスポイズン。よし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 、まひればこっちのもんですわ。え、オーバードライブでしんなりする。っていうかこれ倒さないとダメなのかな。全然効かない。ダイマックス、あ、来た。なんかあれだよね、メタモン狩りするときさ、なんかみんな無限ダイナ使ってさ、ダイマックス砲を撃ってるイメージあるわ。あいつ何タイプなの？ハムカツくん。回復させたいな。ちょっとやっぱ経験値がね、大事ですからね。
よいしょ。大魔苦草ちょっと強くない？大魔苦草痛い。うわー痛いな。火炎放射。うわ強いんだけど。そっか、火炎放射使うから松丸も出せんもんな。厳しいぞ。よいしょ。もう回復したい、裏で。よいしょ。これ、タオーゲットしたいんだけどな。よし、いいね。何タイプなんだろう。タイプが全くもってわからん。あちち。ちちち。マジカル社員で等倍か。最近ね。お、竜の波動も使う。おー、ナイス。あ、そっか、フェアリーだからね。あ。あ、倒してよかったのかな。やつだな。でもなんかエスパーに弱点があったところからあれやな、毒タイプなんだろうな。交代しよう。よし、よいしょ。力を込めている。技が出せないぞ。はい、力を溜め込んで。え、忘れてた。マドロミの前でケントたてを見つけたんだった。もうマドテは頼む。ボロボロでも何か起きるかもな。オッケたんだな。あ、ザシアンめっちゃシフやん。シフ
ダークソウルのでっかいね、ワン、あの犬のボスがいるんだけどね、ダークソウル。あ、不当の剣、ザシアン攻撃が上がる、不屈の盾、あ、これ防御が上がるやつか。おお、はい、あ、じゃあ4匹で戦うのこれ実質あのすいません、ちょいい流れのところを入れ替えます。よいしょ、でもどっちかというと C が大事なんだけどな。あ、みんな上がった、光の壁、あー優秀だね、大ドラゴン、よしよしよし、セミタックル、え、なんか全然効いてないように見えるんだけど、技だぜ、そうだね、さすが伝説のポケモンの力よ。ここ気にしていきます。かっこいい、めっちゃ食らっとるやん、巨獣弾、ワンちゃんたちやりますね。大バーン、お、わあめっちゃ食らってる、私回復してあげることできるかな、よいしょ、最近ね、よし、え、これ貴族スリー、あ、無理か、私回復してあげられないのか、くそー、私は攻撃することしかできないのか。巨獣弾、うわほほ、よし、これで終わりだって、あっ、これとどめを私刺させてももらえるんでしょうか。あ、っと危ない、え、なに、仕上がりか、ステミタックル、お、じゃあ最後いきますね、私、はい、よし、無限大の捕まえろ、捕まえる、え、どれで捕まえられるんだろう、普通のモンスターボールでいけるんだろうか、じゃあモンスターボールでよいしょ、危ないね、これ人の上に落ちてきたら死んじゃうよ、これめっちゃ重たそうやん、このボール、地面割れましたな、よっしゃー、あー、お疲れ様でした、3日後、
長自首したんだって。たまげたね。無限ダイナー目覚めさせ世間を混乱させたんだ。まあ当然だよな。そっか。なんか泥のように寝ていたぞ。みんな騒いでいるけど解決してよかったよな。ザマ全体はザシアのおかげで無限ダイナーに勝ったんだもんな。なのに兄貴ったらチャンピオンマッチをするぞって無茶言っちゃうな。もう兄貴なんて意識を失うひどい怪我をしたくせに。あ、そうだったんだ。まあ俺に兄貴の気持ちもわかるけどな。だってムーンとの真剣勝負楽しみすぎるぞ。チャンピオンとの試合はもちろんシュートスタジアムだぞ。じゃあちょっと今回ここで終わりにしておきましょうかね。いや次回であれかな。あ、でもね、ザマゼンタはゲットしてないしどうなるんでしょうね。デンサーポケモンね、役目終えたらさよならってピューンって言っちゃったからね、まだ続くのかなストーリー。はい、ということでじゃあまた次回で過ごしていただきありがとうございました。